はい、こんにちは。イタルズバーチャンネルへようこそ。イタルです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、というわけで今回なんですけども、すでにこの前に置いております、日華ウイスキーが製造しているブレンデッドウイスキーのハイ日華にスポットを当てていきたいと思います。ハイ日華というのは1964年にリリースされたブレンデッドウイスキーということで、私は1963年生まれなので、私が1歳の時にリリースされたブレンデッドウイスキーなんです。今更なんでこのハイ日華をこの動画でお送りするかと言いましたら、バーの仕事終わりにちょこちょここのハイ日華を実はいただいておりまして、ソーダ割りであったり、時には水割りであったりというのをいただいております。というのも竹鶴正隆、マッサンですね、マッサンが晩年このハイ日華をとても愛飲していたということで、毎日一晩にボトル1本をですね、水割りで楽しんでいたという逸話が残ってます。で、当時バッサンは、このハイ日華の水割りと、醤油せんべいをあてに毎日楽しんでいたということなんですね。そのマッサンのその逸話を私も知りまして、すごいこのハイ日華が気になって、それ以来ちょいちょいハイ日華を仕事終わりにいただいてます。ちょっとミーハー心というかね、ハイ日華というのは当時このウイスキーは特級1級2級という表示がされてまして、こちら2級表示でございまして、1980年に酒税法が変わって特級表示は廃止されたんですけども、つまり2級酒ということで、非常にリーズナブルなウイスキーであったということで、庶民のために作られたブレンデッドウイスキーと言っても過言ではないかなというふうに思います。このウイスキーの競合としてはやはりサントリーウイスキーになってくるんですけど、当時これが発売された頃にサントリー赤札というウイスキーがありまして、それをこちらサントリーレッドというふうに改名をして、この日華に対抗してサントリーはこちらを出してきたということなんですけども、今回こちらのテイスティングを皆様にお伝えをするんですけども、このレッドと今やったらやはりサントリーで競合するといえばこちら角ですね。この角が価格的にも競合するかなということで、この辺り飲み比べて皆様にお伝えしたいなというふうに思います。ハイ日華はアルコール度数が39度に調整をされてまして、40度以上と定められている世界基準のウイスキーの定義からはちょっと外れるんですけども、日本の酒税法のウイスキーの定義ではそういう細かな定義が定められてないので、ウイスキーという形で表示をされてます。でですね、こちらハイ日華という名称なんですけど、このブランドはこの「ハイ」っていうのはね、オーディオ用語の「ハイファイ」から取ってるらしいんです。 Wi-Fi とちゃいます。ハイファイです。ハイファイというのは、オーディオ用語で音源や原画に忠実な再現という意味で、音楽メディアを再生する際に発生するノイズを最小限に抑えられている、つまりは再現性の高いクリアなサウンドを指す用語なんですね。で、その用語をそのままウイスキーの風味に当て込んだということで、高品質なものをカジュアルに提供するという竹鶴正隆さん、マッサンの熱い思いが込められたブランド名であるということなんですね。ストレートでちょっと味の方を皆様にご紹介をしたいと思います。ハイ日華ストレート、お色こんな感じでゴールドがかった琥珀色ということで、香りなんですけどちょっとアルコールの刺激が結構きます。その後に追うようにしてちょっと甘い香りがあります。薄いながらも日華っぽい香りがしてます。カフェグレーン由来と思われるちょっと甘い感じ、アルコールの刺激はあるんですけど、日華っぽい味、そしてカフェグレーン独特の甘さをすごい感じます。ちょっとストレートで飲むウイスキーではないので、ちょっと水割りで味わってみたいと思います。ハイ日華の水割り飲んでいきます。嫌味のない味というか飲みやすい。冒頭にも言いましたけども、マッサンは毎晩これを一瓶醤油せんべいで飲んでたということでね、ちょっと醤油せんべいで飲んでみたいと思います。本当はね醤油せんべいなんですけど、ちょっと京都っぽく醤油あられで合わせてみたいと思います。合うっちゃ合うな。なんかもうお茶飲んでるみたいな、甘辛い醤油の味に邪魔しない味。これ京都のあられなんで薄い醤油味なんですけど、薄い醤油味に邪魔をしない、この醤油の味を引き立ててくれる味かなっていうふうに思います。レッドと比べてみたいと思います。レッドもストレートでいってみたいと思います。アルコールの刺激しかしない。ほんの少し甘い。レッド飲むとすごいわかるんですけど、ハイ日華の方がすごいウイスキーの味がするんですけど、もうスピリッツやな、色付き香類焼酎みたいな、すいません失礼ながらそんな感じのお味ですね。ちょっと水割りで食べてみたいと思います。レッドの水割りとハイニッカの水割り比べます。レッドです。あ、もう全然ちゃう。焼酎の水割り飲んでるみたいな色ついてる焼酎の水割りとハイニッカに戻らせていただくと、しっかりウイスキーの味する。こうやって比べたらちょっとサントリーさんには失礼なんですけれども、このハイニッカの完成度っていうのはすごいなっていうふうに思ったりします。ちゃんとウイスキーしてるもんな。してる。各瓶も行ってみたいと思います。現在の価格的な競合といくと、もうこの各瓶とこのハイニッカが競合していると言っても過言ではございませんので、まあちょっとこれを比べてみたいと思います。これちなみに各瓶はその当時こちらが2級酒に対して特級なので原酒混和率が高くて、ハイニッカの方はスピリッツが少し多めやったということなんです。各瓶の方もテイスティングしたいと思います。各瓶はもう皆さんご存知だと思うんですけど、改めてこうやって香りを嗅ぐと、この今2つのウイスキーに比べると若干のピート感、ザ・ウイスキーっていう感じやね。ピート感、ちょっと甘さもあるし STE さもあるし、まあ、各瓶はね、山崎のバーボンカスク原酒も含まれてるので、これぞウイスキーというやはり香りがします。というわけで水割りで比べてみたいと思います。こちら各瓶です。水割りにすると各瓶は余韻にすごいビター、言い換えればすっきりしてる。各瓶といえばね、まあもうほぼ皆さん各ハイボールソーダ割りをされると思うんですね。ちょっと久しぶりに水割りで飲んだんですけど、水割りで飲むとウイスキーなんやなっていうことをすごい実感できるというか、まあ、余韻もすごいビター感がありますし、スモーキー感もあるし、改めて各瓶ってよくできてるなっていうふうにちょっと今ちょっと主役がこっちに行ってしまいましたけども、すごいそれは思いました。今回ハイニッカの方戻らせていただいて比べられへんっていうか、それぞれに良さがね、 あります。まあ、ちょっとレッドの方は置いといても、これはね好みがあると思うので、どっちがスルスル飲めるかって言われるとね、僕ハイニッカでもスルスル飲める。晩酌に向いてるのはハイニッカで、食事しながら飲むにはハイニッカってめちゃくちゃ向いてるかなっていうふうに思いました。ハイニッカハイボール、各ハイボール比べてみたいと思います。ハイニッカ、これはこれでうまい。炭酸で割るとね、甘さをすごく感じる。よりモルティーな感じが、そう今さら飲むまでもないんですけど、ちょっとまあ回避ということで比べるということでちょっと飲んでみたいと思います。各ハイはうまいな。各瓶のハイボールはハイボール界の王者と言っても過言ではないぐらいようできとるな。これ皆さんハイボール好きの方はね、やっぱりこの各でハイボールをされると思うんですけど、ちょっとは目先を変えて違うハイボール、さらにちょっとリーズナブルに飲みたいなっていう時は、このハイニッカもね、ご家庭に常備されたらハイボールの幅が広がるかなと思います。各ハイボールのコマーシャルでよく唐揚げと合わせてくださいっていう風なコマーシャルはあったと思うんですけど、ハイカラ、ハイボールと唐揚げでハイカラって CM でね、井川遥さんが出ておられたんですけど、それは本当に非常に合うと思うんですけど、かたやこっちのハイニッカの方は和食とかあっさりした食事にすごく合うと思います。例えばね、お蕎麦に合わせたり、うどんに合わせたり、まあ普通に和食に炊き物であったり、あとは焼き魚とかね、その辺りめちゃくちゃ合うと思うので、まあ、その食事をされるそのものによって合わされたらいいかなって私は思いました。薄い醤油味はやっぱりこのハイニッカのが合いますし、例えばお刺身にもね、まあ、お刺身といえばやっぱり日本酒なんですけど、ハイニッカでもすごいよく合うかなというふうに、こうやって改めて対比をすると思いました。というわけで今回はこのハイニッカにちょっとスポットを当てさせていただいて、競合するサントリーの各瓶であったりレッドであったりというのを比べて皆様にお伝えをさせていただきました。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もまたよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。ハイニッカハイボールめっちゃうまありやな。これはこれほんまにうまいわ。おばんざいとかにはハイニッカハイボールの方がいいかも。ボトルがいいやん。これいいよな。なんか雰囲気あんねん、このボトル。なんか角瓶も昭和な感じで、これソーダ割りめっちゃうまいやん。水割りもソーダ割りも美味しい。ウイスキー本来の味が出てくるのはハイニッカ。こいつはあかんわ。あかん言うとあかんけど、まあちょっとやっぱりこれどういうシチュエーションなのこれこれシチュエーションが俺見当たらへんこのシチュエーションがちょっと今のこの時代においてはクラスが違うから、レッドで800円とかです。だからウイスキーかどうかって聞かれたら怪しいところはある。お前そもそもウイスキーちゃうんちゃう。これ香類焼酎飲んでるような感じはするもんな、レッドって。あられに合う。やっぱり竹蔵さん正しいよな、うん、いくらでも飲めるし食べれるもん。おしまい。